どうも、ゆうじゅっせいです。はい、おりん。おりんです。今回はまあフルコンプさんで買ってきたオリパー1000オリパー5パック開封していきたいと思います。はい、あのちょっとね、1パック開封したんですけど、諸事情によりまさか撮影してた端末の充電が消えるっていう大惨事が起きて、しかも出たカードがオリオティスジャッジ。あの衝撃のシーンを捉えられてないっていうね。喜んでたけど、うんみたいな。でまあ明日 GP 出なくていいだろう。でまあ俺ら2人の嫉妬がない。当たりはヘルボー。開け方ぐちゃーぐちゃーぐちゃーって。大当たりが GT やね。 GT はあれラストワンでしょ。あ、そうなんだ。で、まあ大当たりはホイールライフとドンドン吸い込むなの CS プロもかな。まあだいぶやばいけど、ドンコムの部分でもうだいぶやばいけど、ね。まあ、クロックいいじゃん。まあ、1000円って言ったら怪しいけど、まあ、てか1000円って言ったら全然揃えてないけど、うん、まあそこまで、まあまあ悪くはない。メンテルがやらないことない。まあいいかなぐらい。これ何レボイフドラゴンサーバーだけ初期のやつやろ。だね、ありがたいな。初期アウトレージやん。3パック目。お、なんかめちゃ反ってる。なんか反ってる。すごい無理やりだから。これはどんどん吸い込む。あ、ここね縛られる。すっ、おーもう レボイフ。まあアドとは言わんけど、中あたりぐらいなのかな。ポンプついてたらまあみたいな。そうそう、ポンプついてたらまあ1000円ぐらいかな。まあ今日メルカリで2枚900円ぐらいで見ちゃったから、なんとも言えんけど。誰も買わんしな。おっと、まあまあそっと、じゃあ沿ってるのはあの、メガドラゴナイドローン。いやー、しばらくさんが2枚目なのがちょっと個人的に好き。あいつイラストかっこいいんだよな。ラストワンパーで、うん、能力はあれだけど、バベルギニスも OK だから。さあラスト1ポット。汚いね、開け方が。まあハサミとかないからね、仕方ない。よし、これラストワンね。いやー頼む。あ、ゴッドバーザーゴッドバーザー。あ、ドルバロムディなんかさ、ランデスに入れて、サバさんがめっちゃ押しとるやつ。マジで、このクリーチャー、確かに今の限り闇単色の時ないもん、ね、このクリーチャーが出た時、自分ユーカタクマカドウェイにこれ多分ぶん投げるのと思う。闇以外のクリーチャーすべて破壊するなとか、フレイヤー自分のマスの闇以外のカードすべて墓地に置く。ドルバロムがあのドラゴンになったっていう。強いね。でもランデスはさ、勇気あるけんデッキ返せるしさ。そうね、最強か。うん、いやなんか投げれたら強いなぐらい。うん、え、なかなか。あ、ちょっとそこまでメンタルやられないね。てか、じゃオリジャのプロモがやばいわ。ずるいね。神かよ、ずるいね。まあワントルバロマディ、え、5パック買ってそれなら余裕で回収でしょ。ね、ゴッドファーザーやめよう。晒し物やめてあげよう。なんだと1,2ゴル162ゴッドファーザー。あ、そう、162だ。懐かしい。懐かしいな。なんかあったな、ゴッドファーザーを単位で考えてたやつあって。あった、うん、計算式とかね。いいよ、いらねえ計算式とか。まあこれは俺勝ちでいいかな。うん、5000円って。あとじゃねえけど。まあオリジャー出たからね、全然勝ちでしょう。使うと言ったら怪しいけど。うん、てかこれ3枚目だし。いやもうこれ自慢ですよ。あ、2枚実績するやつやつ。ゴミが、ね、全然黙れ大手。知らねえかなあいつ。怖い、周りが怖すぎる。まあこんな感じか。まあ良かったんじゃないこれ。うん、やっぱフルコンプ損したっては言えないもんね。うん、あとフルコンプ様々だった。今日でカード資産がね、なかなか増えたし。うん、やばいね、フルコンプさん。と思うけど、ね。まあね。そうだね。まあまた明日 GP でね、いっぱい買ってくるから。買ってくるのか。え、だって一人3ボックスでしょ。マジで夜。まあ3ボックス買う理由ないもん。一人3ボックスで、まあ白スリーブ全員40枚です。お前欲しいぞ、欲しいボックスある？ボックス？いや、ボックスはあの、あれしかないから。メラメラ？うん、いろんな。俺が行った時、あの GP サードの時はジョーカーズのボックスしかなかったよ。いろんな。あれを約1ボックス分ぐらい向いてた。やりデータ4枚だぞ。いや、あれジョーカーズだったらね、あれオニカマスとか入っとったけん結構ね、無気力だったんだけど。汎用ノーマルが、ね、多かったっせい、ジョーカーズの時は。やけどキャリベラとか欲しいけど。え、でも今回、そのメラメラが結構なんかあれじゃん、 SR は充実しとる。うん、じゃあノーマルいいのは、ノーマルいいのは